ご視聴ありがとうございます。今回は、表計算ソフトの誕生について、案内します。表計算ソフト？表計算ソフトって、何を思い浮かべる？マイクロソフトのエクセル。あと、古いけど、ロータス123。おお、ロータスのロータス123を知っているとはさすが。でも、表計算ソフトを発明したのは、マイクロソフトでも、ロータスでもないんだ。パソコンの表計算ソフトを初めて、この世に生み出したのは、ビジカルクという表計算ソフトなんだ。ビジカルク？聞いたことないなぁ。表計算ソフトビジカルクは、1979年に販売されて、すぐに市場から消えてしまったからね。でも、表計算ソフトビジカルクのアイディアが、ロータス123、そして、マイクロソフトのエクセルへと引き継がれていったんだ。マイクロソフトは、売上10兆円、利益2兆円を超えるモンスター会社なんだけど、マイクロソフト飛躍の柱になったのが、OS である、Windows と、Office ソフトなんだ。Office ソフトの最も、主力商品は、表計算ソフトの Excel なんだ。表計算ソフトが、モンスター会社を作った？まあ、そうだね。仕事で、パソコンを使う人で Excel を使わない人はいないからね。まさに、ドル箱だね。このパソコン用の表計算ソフトを発明したのが、ダニエル・ブルックリンという人なんだ。ダニエル・ブルックリン。ブルックリンは、1951年にアメリカで生まれ、1969年にマサチューセッツ工科大学 MIT に入学する。MIT では電気工学と計算機科学を学び、コンピュータの基礎設計などを研究していた。優秀な人なんだね。1973年、MIT を卒業した後、プログラマーとして DEC 社へ入社。しかし、ブルックリンは、プログラマーから経営者になることを志す。そこで、1977年に DEC 社を退社して、経営を学ぶためハーバードビジネススクールへ入学するんだ。ハーバード。ビジネススクールでの授業は、実際にある企業を題材にして、学生たちにどのように経営すればよいかを討論する内容だったんだ。学生たちの武器は、電卓。電卓？教授が、質問してくる。ブルックリン君、あなたなら、この企業をどのように経営しますか？ 3 年間の事業計画を出しなさい。原価が 10% 上がったらどうしますか？利益を 3% を上げるには？税率が 5% を上がったら？営業利益は？経常利益は？資本金は？教授は、次々と学生たちに質問してくる。その度に、学生たちは一斉に電卓を叩き始める。カチ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 。カチ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 。学生たちに求められたのは、正確な計算と、それに基づく、経営分析だったんだ。つまり、成績の良し悪しは、電卓計算にかかっていたんだ。ブルックリンは、よく計算を間違えていた。なんかもっと便利な方法はないかなー。もっと、簡単に計算できる方法。ブルックリンには、あるイメージが湧き上がってきた。黒板があって、ここを変えると。自動的に計算してくれる。電子黒板みたいな。ひらめいた。ブルックリンは、これを、今、流行っているパソコン、Apple II で作れないかと思い立ち。友人のボブ、フランクストンと共に、1979年、表計算ソフトの開発に取り掛かった。イメージはできている。
あとは、これを、アップル2で使えるように、ソフトウェアを作るだけだ。ブルックリンとフランクストンの二人は、寝る間を惜しんでソフトウェア開発に没頭した。開発を始めて3ヶ月。ついに完成したのが、表計算ソフト、ビジカルクだ。その後、ビジカルクは爆発的に売れ、パソコンブームの火付け役となった。ビジネススクールの授業で、思いついたアイデアを、形にしたが、たくさんの人に、支持されんたんだね。パソコン用、表計算ソフトの生みの親、ブルックリンとフランクストンは、時代の寵児となったんだ。アメリカンドリームだね。でも、その後、ロータスがロータス123を、IBM パソコンで販売。爆発的な大ヒットとなり、ロータスは大成功。マイクロソフトは、Windows パソコンで Excel を販売。これも、爆発的ヒットとなり。マイクロソフトは、大企業になる。あれ、ブルックリンとフランクストンは？彼らは Apple II などでは、大ヒットしたんだけど、次世代の IBM パソコン、Windows の時代には、ソフトウェア開発が間に合わず消えていってしまったんだ。無念。彼らの作った会社は、結局、経営難になって、表計算で成功したロータスに買収されてしまった。ブルックリンは、パソコン用の表計算ソフトを発明したんだけど、ビジネスでは負けてしまったんだ。残念。ビジカルク開発者の一人、フランクストンがインタビューでこう言っています。確かに、私たちは、発明をしたが、ビジネスには失敗しました。でも、ビジカルクは、パソコン産業に大きな影響を及ぼし、人々の生活を変えたのも事実です。人生には、そのような可能性があるということを、ビジカルクは思い出させてくれます。次回は、ビジカルクが、いかにパソコン産業に、影響を及ぼしたのかを案内します。